バゼリアルは手元を下げ、左拳は中心より左、剣線は相手に向かって右方向にやや傾け、双方のしないとしないの間から相手の顔を見る形となります。この時左拳を緩めてはいけません。しかし現状は手元が上がった拳ゼリアイとなっており、しない越しに相手の顔を見る形となっています。本来であればここで不当なつばぜり合いとして反則を取りたいところですが、現状では難しいと思います。ただこの状態からこねたり不当に押す行為が繰り返されるようなことがあれば、合議をし不当なつばぜり合いで反則を取ることも考えられます。つばぜり合いから分かれる動作について説明します。つばぜり合いから双方が合気となり、互いに合わせて一気に下がらなくてはいけません。分かれる際に剣線を下げたり、また剣線を開いたり巻いたり叩いたりする行為については頻度にもよりますが、再三繰り返されたり意図的な行為ならば合議の上反則を適用してください。次につばぜり合いから一気に下がる下がり方について説明します。まずは双方正しいつばぜり合いになることが原則となります。この状態からつばとつばで競り合い、押し合う力を利用して弾かれるようにして一気に下がります。それでは次に一呼吸以内での引き技について見てもらいます。これは審判員の判断になりますので、決して自己判断することなく気を抜かぬよう指導しておかなければいけません。以上で終了しますが、最後に地稽古の様子をご覧ください。